ついにやってまいりました。アンチコメント読んでみた。えぐいこと書いてあるけど、お前は品がないな、しょぼいくせに格好つけるな、気持ち悪い、要因がかわいそう、シャシャンだよ、見ててるみたい。コメント入れたんだけど、はい、5ぐらい入れるんだ。そうです、なんかたまに同じ名前で、こんな会社で働いてる時代で負け組。はい、はい、お前が一番ふざいていいですか。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ついにやってまいりました。社長大好き企画。アンチコメント読んでみた。大好き企画って初めてだから。アンチコメント読むぞ。まさかこのメンバーになっちゃった。なんかみんな結構集まってる時には良かったけど、ね、ちょっと読んだんだけど、まあまあ面白いのか、視聴者が聞いてて面白いやつって言ったら結構えぐいことは書いてあるけど、でもこれ世に流れる前のやつだから。あ、そうそう、これうちはアンチコメントとか、まあ、それしょうもないことは要は他の視聴者さんの目に映らないように公開してないんだ。公開設定って言ってコメント来たやつを公開してるわけよ。たまにその全部公開しろよとか言うけど、全部公開してることこっちにメリットないしね。そうそう、何のメリットもない。何でわざわざ料理探さなきゃいけないのっていう。しかも会社ですもんね、個人じゃない。そうそうそう、だからなんかこの会社アンチコメントなんか消してるとかないとか言うからこそやっても面白いかもしれない。そうそう、全然合ってることを言ってんだったら別に公開してもいいし、まあ、まあ本当に合ってることを言ってんだったら自分たちが発信したりしてもいいんですよ。なんか勘違いが起きる時もあるからね、そのコメントによって。まあいいや、一個一個読んでいこうか。まあそれも含めてのね、視聴者だから、まあね、アンチも含めだからね。ミオが一応ちょっと面白いやつ丸で言ってくれたんだけど、で打ってないと面白いのあるかもしれないんですけど、面白いのあるかもしれないけど、ちょっとまあバーってやってるんだけど、何がこれ一番最初に気になるってさ、謎だっすか、これ何、知恵、白石知恵、どんな職人なに、これ何とかぶち切れし、まあ、ここ貼ればいいんじゃない、しみたいな、うん、うん、まあここ貼っておこうかの動画にコメント入れたんだけど、はい、5ぐらい入れるんだけど、そうです、なんかたまに同じ名前で、同じ名前で同じようなコメント何回もしてきたり、うん、大勢で囲んで詰めるから飛ぶんだと思いますとか、飛ぶのも良くないけど若い衆が殴られるかもと思うような会社も問題と思います、動画を見てる限り大勢で詰めるのも良くないと思います、一対一でよく話を聞いてあげるべきではないかと、はいはい、だってそれは一対一で話を終えた後の話ですからね、そもそも。そうだな、うん、だからこの表面上だけでこういうコメントする、まあでもそこを動画にしないからそこしか見れないからね、それに対してのコメントだからそれはしょうがないけど、殴られるかもしれないと思うってさ、なんか俺殴るっていう鉄拳なんかダメダメっていう人多いけど、あ、身内で殴るのいいと思う、別に。もうそうですね、そこの中で終わる話だな、うん、その知らん人に殴ったらなんかいや、俺も親に殴られたけど、別にその中で社会があるわけじゃん、これ俺は別に無意味に殴るわけじゃないし、これに対するアンチも来ますよ多分。まあ別にみたいな、それは俺の考えだから、殴ることがダメって思ってる人とするじゃん、でも多分そいつも殴るんだよ。ああ、そういうことですね。そうそう、うちにおるやつらが例えば岡部とか竹が問題を起こして、はい、本当に絶対やっちゃうと思ってやって、ミスとかで殴られるもちろん、はい、だけど人の問題するんだとか思うね、と、うん、人としてっていうことですよね、人としてってことだから、はい、多分俺殴ると思うじゃん、まあ、それ殴ったことないけどね、その社員もそれ処理に対してもなんで殴ったかの理由だよね。でそんな会社入りたくないって言うけど、多分そいつを俺多分入れないし、うちはこういうスタイルですっていう求人の時から分かってると思うんだ、YouTube やってるから、こういうのが好きで来てるっていうか、好きも嫌いも含めて、ああなんかこいつらと一緒にやりたいなっていう人が来てるんだから、うん、でそのよその会社がどうっていうのは知らんし、うん、その方がそういう考え方だから、そういう会社行けるよねっていう世界観なのかなと、うん、俺はね自分の考えで、でもさ最後に一緒にやっとったから行ってあげたみたいなもんじゃん、動画見てたら最後のけじめみたいな、けじめじゃん、でね、やっぱりお前らもどっかあいつらが好きだから、なんやなってこんなことやってよそ行っても変わらへんぞって、うん、好きだから集まって行っとるだけじゃん、うん、そいつの思いだな、で俺は見てて思ったよな、うん、あ何人で詰めてどの子もっていうの、お前5個のコメントに貯めてきて5個も1個の動画に入れてくれ、お前の方が詰めてるぞ。俺は同じ動画からペコちゃん、まあいないけどペコちゃん足元じゃねえよね、同じ会社だからって意味ではわかるけど、お前社長じゃねえだろ、リリーちゃんが一番だ、なんで
ペコちゃんの言いたいことわかるけど、もう少し優しく言えよ。岡部くん呼び捨てじゃなく、岡部くんって言わないと、そこわきまえないとダメですよ。これに関して一点あるんですけど、僕ら足場班とペコちゃんに関しての関係性の深さによります、うん、僕らが関係性が深いからいいんですよ。そうそうそう、部署が違うだけで会社としては一会社の、ね、うん、社員同士なんで。逆にペコちゃんが岡部くんとか言ってたら変だし、うん、岡部くんっていう人いないっすよ。岡部って本当になんか勘違いしながら岡部が不快になる、周りも不快になる関係だったらいかんけど、うん、まあじゃあ視聴者が不快になってます、うんうん、でも関係者は見えてないからね、うん、だからそもそもお前が俺らとどういう関係って感じだよ、うん、そこまでリズムしてくる指摘するしてくるのはな、どういう関係って、ね、まあ、ちょっと丁寧には変えてくれとるもんであれだと思うんだけど。いやでもね、これね何個もね何回も来る、これこいつが、うん、タナさん、うん、だからこいつも言い方が悪いんだって。だから僕は一ね、外部のただの視聴者なんで、ただこんなこと言っちゃ失礼なんですけど、見てて不快なんで岡部君で呼んでくれませんかとか、リリちゃんが好きだからもっと出してくれませんかお願いならいいんだけど。でも見てて不快だから呼んでくれませんかっていうのもちょっとおかしいよね。あ、うん、まあまあおかしい。まあおかしいけど、せめてそこじゃない。こいつと俺らの関係、もっとただの視聴者なんじゃん。なのに、お前、こっちがいいとか悪いとか言ってんだよ。だって俺がお前の、親に、なんか、ドーンって言っとって、お前、おしそうがねえぞって、勝手に俺が言い出したらムカつかん。そうそうそう、そういうことはない。で、関係、赤の他人でしょってなるじゃん。そうそうそう、お父さんはそれでいいと思ってんだから、うん、っていうことじゃん。だから、まあまあ、ね、君が一番間違ってるよって。でも、今って、小学校であだ名禁止とかあるらしい。マジ？で、それいじめが起きるから。なんとかさんって呼びなさいとか。じゃだけど、岡部は別に名前だから、ね、名字だから、それ以上に別に悪くひっくり返せるわけじゃないし。小学生だからコメントしてる。なるほどね。学校でそう教わってる。あ、そういうことか。そう、こういうのを気にしすぎて、世の中の学校の先生って本当にガチガチなの。大変ですね。だからなんか辞める人が多いんじゃない？やっぱり先生も。だって一時運動会でしょ。一番決めたらいけないって。え、そうですか。一番。うちの子は2番だからいじめられたじゃないかって感じで、そうやって悔しい思いして成長していくわけじゃん、うん、まあ、いじめがいい悪いじゃなくて、それで何かが動いてやっぱ人生が変わるわけじゃん、うん、だけどじゃあそれをもう全部取り除いてハウスみたいなところで育てて温室でね、でも外出て一生温室には俺んじゃん、うん、まあそうね、どっかで社会に出なかったじゃん、うん、でその時に辛い思いしてそいつだよね、よう言うんだけどさ、お前親が死ぬ時に子供は連れてけんぞって、うん、親しかし死なんでしょ最初に、その時に親が全部やってあげるったらさ、だって子供はどうするの、一緒に死にゃいけないけど、うん、頭頂部が違法建築って何もないこれ頭頂部丸ついてないけど、肩さん頭頂部が違法建築意味が分からない、違う、面白いところから違法建築だよ、これ合法建築だよ合法だぞじゃあもうちょっとなんか詳しく書いてくれたらさ分かりやすいんだけど、取り上げれるけど、まあ、読んでもいいかどうか知らんけど、あの、ハガドルシャツだね、そんな一瞬で効果なんてわからん、わら長く着てやっていって、いつの間にかそういう効果あるのかもって気づいて、これすごいなってなるもんだわ、わら足場材の下から持つ重さなめんな、やってるやつからしたらマジでめんどくさいわ、ほんと何回もサブ4本したからなんて、ほんと撮影だからやってることかもしれんけど、裏ではマジでやばいから、こんな現場でされたらだけど撮影だからやってくれてるけど、別にうちら撮影以外でやってくださいなんて言ってないし撮影だからやってもらってるし、撮影、ね、別に撮影だから私たちもお願いしてるし撮影じゃなくてお願いしないし、今日は下から担ぎ上げるのを何回もやってたことに、うんうん、僕がやってたことに対しての多分そうそう、この仕事は宣伝活動だから、仕事だからそうそう、うん、そうそうそう、こいつ何言ってるの、なんかこの人まあまあこういうそういうなんかコメントしてくる、結構話し込んでいいの、そうそうそう、コンプレッションインナー的な感じでしょ、ほら、あ、楽になるけど、まあ、これもそうだね、コンプレッションじゃないですよ、本当はピチピチだと効果あんまり出ないから、ちょっとたるんどった方がいいんで、ちょっとこれ勘違いだけど、はかどるシャツ、はかどるシャツね、はかどるシャツ勘違いしてる方結構、キモいっすね、あ、何、わらキモいっすね、わらこれ何勘違いしてる、あ、わらちっちゃいつ、わらつ
コンプレッション院内的な感じでしょ What? 気持ち悪い。ちっちゃい使いとる What? 逆になるけど長時間は気持ちだと思いますけど、ちなみにこれ本当にあの説明を読んでから言ってほしいので、こういうのを公開すると勘違いするじゃん、あピチピチじゃないから効果出ないかなって思われると思うんですけど、あのピチピチじゃダメなの、あれは締め付けによって血管の流れが悪くなったりしますね。締め付けてキュッピチってなってない、締め付けてないから私たち結婚式しますな、ペコちゃんから次です、目隠し神田さんです、はいはい、この社長人の家庭に入りすぎ、モテないやつがやりそうなことだわなんでモテるかモテるか家庭に入るからなんかで決まるんだいいやつだな、こういう人こういう人の言うっていうのが血違うしね言うになってるから、司何これ菅原司、菅原司ですね、この人絶対モテないですよね、こいつこいつがモテないでしょモテないやつがやりそうなのかどうかちょっとバンバンバツとして、家庭に入りすぎですか私。でもこれに関しては別にこういう風にやりましょうだから、ペコちゃんと企画組んで、いやそれこういう話があるけどどうってこっちから持ちかけたから別に、まあ、断りづらいっていうのはあるのかな。でも長いこと2人働いてる社員ですよ、子供の家庭とかも行くじゃん、なんで一応奥さん許可取っとるからじゃん、許可を得てから来るんだ、だから嫌な人は嫌だって言うじゃん、はっきり。まあ確かに動画で俺仕事的にもキャラ的にもまあまあ言うじゃん、突っ込むじゃん、やっぱカメラ回ると、うん、だけどなんか相手が嫌がってたら、あもうこいつ嫌だなと思って次取んないじゃん、うん、例えばまあこういう、まあ、変な意味じゃなくて、リュウジの奥さんってやっぱ恥ずかしがりじゃん、まあ、一応顔が参加ってのはいい、こいつ出ていいよって言ってくれてるけど恥ずかしがりだしちょっと嫌がってるじゃん、もう社長がどうしても撮りたいなったら出ます的なリュウジとかのためにじゃん、うん、だったら別にこれ出んでいいよって感じだし、別にだからなんかネタなんかいろんなこと考えないんだもん、ね、その無理しても出させなくしてもなんだかんだ言ってなんかいやいやでもいや恥ずかしい恥ずかしいって言いながらも動画に出る楽しさってちょっとない友達に声かけられてとかなんかあるでしょ。で私は嫌ですってだから。いやお前一番楽しんでるよ。いやいや。嫌っていう嫌と、もう本当に、まあ、出るぐらいなら死ぬとかそういうレベルではないよ。だから嫌がってるとかしてないつもりなんだけど、ま、そういうの映るから。なんかお前のお姉ちゃんの離婚しかない。それは入りすぎって言われるかもしれない。家族全員出させとるからこっちはだから。まあでもそれは長年の付き合いっていう。じゃあしかもミオの場合はパパとの付き合いがあるから、ミオっていうよりも。あれだけど、これでパパと繋がりがなかったら確かに入りすぎじゃねって思われるのかもしれんけど。だけどそのあの時の離婚のやつもさすがに嫌だろうって相手もおるやつだねって確認しとるじゃん。動画の前に話してるからね、それ結構ちゃんと話して、でもどこまで行っても余計なお世話だよね、これそれ思うわ、別にこれが動画に入りすぎですよ、コメントしすぎ、こいつが首つく会社にすぎる、会社にね、確かにね、確かに確かにそうだよな、余計なお世話はい、このカメラマン誰、うるせえんだけど、このチャンネルにこのカメラマン似合わない、一気に安いチャンネルに見えちゃったって安いだろお前のチャンネルかこれでもこれちょっとうまいから一気に安いチャンネルって言うことがあるんですよねちょっとうまいなじゃないの俺も分かったよ、その安いと一緒にやっぱり意味を取るとさ、もうやっぱり1年やってるから、こういうこと言ってほしいんだろうなとかある程度あうんなるじゃん、うん、ね、やっぱり安いってなんかまだまだ言い出すじゃん、ちょいいってお前その話をとか言って、そっちじゃないんだカメラ向けるのとかあるけど、経験してからってやっぱできないから、安井さん最近始めたばっかだから、ね、そう俺のやつ着てほしいな、なんかお前のやつで俺は丸つけてバスつけてるって見ようかいちいち丸つけてもう一回バスつけてじゃあそれが何かミオです、ミオとか社長に対する口の利き方じゃねえだら見てたら怒りマークするわこの女じゃあ見てあそもそもコメントの口の聞き方じゃないからまずダラッとかと一回見えたら見てたら見ないですか、初期動画見た方がいいよってこの人に思う確かにそんなこと言い出すと俺もお前に対するだってリグに対する口の聞き方じゃないからだけどそう YouTube の手伝いで入ってるわけじゃん、うん、で足場組んでるやつがさ「ミオねー」とか言っとっておっ社長来たじゃんあーちゅーで、それめっちゃおもろい、向こうは連れてってよーとか言って、そういう人多分好きになるし、社長上がってこいよーとか言ってたら、お前いかにしろよって、でもね、なんで俺が仕事組まなあかんねんってなるけど、YouTube の係で俺に突っ込むのが仕事なわけでしょ、お前は品がないな、しょぼいくせに格好つけるな、俺か動画見てないな、俺かい
なんでや、しかもあの初期の動画やでな、ドッキリはめられたやつ。あ、本当の初期ですね。しょぼいくせに格好つけたってことは坂本ちゃんなのかな。坂本ちゃんでもドッキリでやったからな、俺に。仕掛けた側だよな、格好つけてないし、ぶち切れただけだから、ね、格好つけたら全然やめていいよって言った方がいいよって、お前は自由にしろって、頑張れって言った方が、それが格好つけてるって本格のやつ行きたいな。姿勢系で1個だけおもろいです、はい、気持ち悪い、病院がかわいそう、クレーマーです。違う、病院がかわいそうって何って思ってそれがちょっとさ、笑えてきてさ失敗って、失敗気味なのこっちなのにさ病院がかわいそう、クレーマーだよね。しかもほら病院と仲良いからな、でそんなボロカスって言ってないじゃんあのネタなんでって、その動画の中でも最後の最後に、ね、社長に言ってないでしょ。で後で良くなるよね。ちょっと実際良くなってきたよ。ただのクレーマー、お前になってくるよ、ね、ちょっとお前がクレーマーこの動画と関係ないけど、岡部なんで棚橋に偉そうにしてんだ、関係ねえだろ、シャシャンだよ名前なんですか。高いよ。あ、ロンパオ、ロンパオ。ロンパシに来てる。でも、別に上司だから偉そうに言おうか、何でも言ってる。そうだよね。まず、お前がシャシャンだよ。こいつがシャシャン、確かにロンパオ。もうなんで俺に偉そうにしてる。ロンパでも何でもない。ただ、シャシャってだけだから。お前偉そうにすんな、バカ野郎って言ってるわけだもん。ロンパオってもっと論理でこうこうこうだから、ね、あなたが言うことじゃないよね。詳しくね、書いてくれるけど。わかんない、どっちでもいいけど、アバズレは首ってあーお前何に対してのアバズレ首、最近ミオちゃんいないな。あ、そうそう、ミオちゃん、そうそうそうでもこのアバズレは多分社長がミオにアバズレがとかたまに言うじゃん、動画とかでふざけて、だからそれを真に受けてるんだよこの人。それまだネタ、ね、ここやっぱ活字にするときついな、アバズレ首。アバズレって意味何なんですか。俺あんまりわかんないです。なんでやりまんまや、やりお前だ、またお前や。タケ全然ないな。タケさんはね、動画にも出てなかったっていうのもある。ちょこちょこ出てるね。しかも僕じゃないっす。いや、お前とあれだよ。1年目と、ちょっと待って。読むな、読むな。1年目の岡部と、10年目の龍二が、給料差がどうっていう多分動画なんだけど、なんて書いてある。こんな会社で働いてるじゃん、負け組。めちゃくちゃやん、こいつ。人の会社に働かないやつ、全員負け組みたいな。でも、そうやって言ってるから、そうやってそこに書いてる、お前が一番。答えていいですか。言ってみましょう。でも、そこに書いてる一番お前が負け組だよ。暇だからそこに書くみたいな。そこに書いてるんだから、さらにその下に言ってるみたいな。勝ち組の人ってそんなやること暇ないから。負け組以下ってことだからね。会社が問題だらけじゃねえ。てんてんてん、社長が問題じゃないだから個人で竹さんとか岡部さんが何かやらかしても社長がやらかしたらと一緒のことで、社長が何やお前なんでこれ社長が問題で、まあ俺は注意しないとかそういうことだな。でもそんな注意してもじゃあやっちゃうことをやっちゃうじゃん、本人が。わざとじゃないもんだってその人も。最終的にはまあ確かにこの会社的にはな。ちょ、そうだけど、ね、それって俺あれ何百万もそうなの。ちょっと運動だけど、そうそうそう、の修理代の保険料が上がるとか、俺の最後は結局責任は負ってんだから、何百万も全部責任を負う。要は最終の尻拭いを社長がしてるそうでしょっていうことだと、ね、あ、もう50分なんかふさわしい、ラストにふさわしいコメント、ラストにふさわしいコメント、見てて不愉快そういうシンプルなのか悪い、これもう大体痛いな、これな、めちゃくちゃ面白いな、これアンチコメントって。はい、まあ、でもちょっと続き、はい、まだ本当ちょっと本当ね、よかったらあんまり再生は伸びるような動画じゃないと思うんですけど、ちょっと楽しかったらいいね、ぜひいいねしてくれれば、ちょっとまた次回こういうの読んでみても面白いかなと思いますので、ぜひ本当にね、いいねポチッと押すだけなんで、ぜひいいねを押してください。はい。よろしくお願いします。お願いします。せーの。頑張ってねー。頑張ってねー。また見てねって言ったのか。頑張ってねーって聞こえて。なんでと思ったら。頑張ってアンチコメント面白いやつ入れてねー。ちょっと、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